はい、渡辺義です。今回はね、電撃戦限定武器のヒドラエピック38式歩兵銃を購入&解説してみたらプレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。そいつは敵に取っておけ。これオーバーロード作戦のね、こちらですね、38式歩兵銃のこれ、こちらですね、ヒドラエピック38式歩兵銃ですね。こちら買っていきますか。こちらも9600余りクレジット、はい、購入ですね。これね、で早速ちょっとクラスに組み合わせてみますかね。38式歩兵銃、目覚ましい連射速度を誇る日本製のボルトアクションライフル、胸より上に当てれば一撃キルできるということでね、ボルトアクション、威力8、連射、射程距離が7、命中率8、連射速度が2ということでね、38式歩兵銃の今回購入したヒドラ、こちらですね。かっこいいっすね、これね。武器チャームつけますんで、どれでも別にいいんだけどね。ガブリでちょっとヒドラエピック38式歩兵銃。おお、面白いね。なんだこれ、ジェスチャー付きっす。これいいね。これなんか、なんだよ、ヒドラだね、これね。なんか声が。ね。あ、この手がヒドラっていうことだね。面白いね、これ。あ、面白い。音がすごいよ、これ。すごい、破壊力だ、これ。これどう、これ。ヒドラ、これちょっと見てわ、これヒドラエピック、これ結構連射あれだな、安定感があるね。これ息止めしなくても結構いけるよ。これこういう感じです。これこれ、こういう感じです。これいいね、これね。あと1種類買わないといけないんで、補給証拠の前でちょっとスタンバイしとかないといけないんで、これいいね、これね。はい、以上にしたいと思います。今回ね、電撃戦限定武器のヒドラエピック38式歩兵銃を購入&解説してみたのプレイ実況をやってきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。